はい、Good morning. I'm gonna calculate my weight today. はい、おはようございます。体重を測りたいと思います。はい、今日の体重は 95.1 キロです。昨日はちょっと結構出る前にですね、ちょっと少したくさん2リットルぐらいですね、水じゃなくてちょっと体に悪いものを飲んでしまったんですが、それでも体重がですね、朝起きたら変わらなかったっていうのはちょっと驚きなんですけども、あと夜も ちょっと買い出し行って炭水化物パンですね、ホットドッグとホットドッグのパンですね、からあと赤飯、これが大きいやつと、あとサンドイッチとおにぎり、それは少しずつ半分ずつ食べたんですけど、それでも昨日夜食べてこんだけあんまり体重減ってないと増えてないとちょっと驚いたんですが、まあこれ油断しちゃうとすぐにまた戻るので、これはですね、今日一日またダイエットの、朝と夜は普通のダイエット食で、昼は軽く肉でも食べても食べたくて、ちょっと基本ベースに戻していきたいなと思ってますので、はい、そんな感じです。今日も整体皆さんにやっておりますので、ご覧の方お待ちしております。よろしくお願いします。はい、おはようございます。整体皆さん、金井です。今日もですね、朝ごはん食べていきたいと思います。これサプリメント、プロテインで、こうやって水を入れてシャカシャカして終わりです。今日もこれで朝ごはん終わりです。今日も整体院さんやっておりますので、今日は5月24日金曜日、室内は21度です。9時24分、金曜日で、今日は夜遅くまでしっかりやっておりますので、ご来院の方ですね、よろしくお願いします。今日予約がですね、今日4時からと5時半から7時まで、7時半まで、そこまで埋まってますので、それ以外でしたら空いてますので、ご予約の方お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。
はい、生態院浅井院長の浅井です。ですね、先日からあの楽天あー au pay が使えるようになってたはずだったんですけども、ちょっと私の手違いで、もう一度ですね、再度あの au pay の、申し込みの手配をしているところで、今日一応申し込んだところ、とりあえず来月の、6月6日からとりあえずなんか使えるようになるような、まあ、そういう回答だったので、まあ、もしかしたらもうちょっと早く使えるかもしれませんが、ちょっとあのトラブってまして、今使えるようにしておりますので、au pay で使われあの支払いをしたいと思っている方にはご迷惑をおかけしておりますが、よろしくお願いします。はい、今日も生態院浅井24時間営業でやっておりますので、ご来院の方お待ちしております。よろしくお願いします。はい、生態院浅井院長の浅井です。今日の朝、お客さんから教えてもらったことが一つまた思い出したので伝えたいと思います。それはですね、頑張るっていうのは頑張るっていうのはがんができるみたいな感じなので、頑張るっていうのはあんま良くないよっていうような、がんが来るみたいな、がんがん頑張る。あとはもう一つはで、あれ鏡っていうのは鏡のがを抜くと神になるということで、がを捨てると神になれるよっていう話でした。ですからがを捨てて神になるにはがを捨てる、難しいですが、がを捨てると神になれると。人間関係で困っている方とかはがを捨てると、奇跡が起きると言われてまして、言われてその方は奇跡を起こしている方だったので、あのすごいちょっと説得力を感じました、という、その2点についてお話ししたかったので、今日はこれで以上です。ありがとうございます。失礼します。